ノルトビント作戦は第二次世界大戦中、西部戦線におけるドイツ国防軍による最後の攻撃作戦のことである。作戦は1945年1月1日、フランス北東部のアルザスロレーヌで開始1月25日に終了した。1944年12月16日にベルギーのアルデンヌの森にドイツ軍が進攻して、 バルジの戦いが始まったが、12月末には、ドイツ軍の勢いは衰え、連合軍は、各所で強力な反撃を開始していた。バルジの戦いで、ドイツ軍に包囲されたバストーニュでは、これを救援するために、アメリカ第3軍が、南から進撃し、12月26日には、第3軍の戦闘部隊がバストーニュに達して、両軍の激戦が始まっていた。 ドイツの総統アドルフ・ヒトラーは、バルジの戦いの傾きつつある戦況を打開するために二つの作戦を認可した。一つは、連合軍の飛行場に対して大規模空襲を行うボーデンプラッテ作戦で、もう一つがノルトビント作戦である。この作戦の目的は、第三軍の南側のアルザス平原で新たな戦線を開くことにより、 第三軍のバス投入への増援を牽制することであった。ヒトラーは、ノルトビント作戦開始3日前の1944年12月28日、師団長らへの演説において宣言した。この攻撃には、非常に明確な目的、すなわち敵軍の破壊という目的が存在する。ここに伴う維新の問題は存在しない。それは、 我々が見つけた敵軍をどこであろうと破壊、根絶するという問題である。この時、アルザスのすべてを解放する問題も簡単になるであろう。それは、ドイツの人々に計り知れない心理的に決定的な好印象を与え、フランスの人々に憂鬱な世界の印象を与えるという素晴らしいことになるであろう。しかし、それは重要ではない。私が言ったように、 敵の人的資源を滅ぼすことがより重要なのだ。目的は単純であった。ボージュにあるボージュ山脈とアルサティアン平原アメリカ第7軍、フランス第1軍の防衛線を突破、殲滅することであった。これは、ツァンアールツと作戦のための通路を開き、主力はこれを撃破しようとするアメリカ第3軍の背後に回り込む予定であった。1945年1月1日。 ドイツ軍の G 軍集団、オーバーライン軍集団らはアメリカ第七軍の1 1 0トルに薄く広がった防衛線に大規模攻撃を行うよう命じられた。ノルトビンと作戦の発動によりアメリカ第七軍は戦力不足でひどい苦境に立たされた。アメリカ第七軍は連合軍総司令官ドワイト D ・アイゼンハワーの命令でバルジの戦いに関連するアルデンヌのアメリカ軍を 補強するために北方へ、部隊、機材、軍事費を送り込んでいた。ドイツ軍がノルトビーント作戦を開始した同じ日、ドイツ空軍は航空機戦機を支援に回した。ヨーロッパ北西部に拠点を置いていた、連合軍の空軍を麻痺させる、この試みは、ボーデンプラって作戦として知られている。最初の攻撃は、G 軍集団配下の第一軍所属の参考軍団で、 行われ、1月9日、同様に、第6装甲軍団も濃密に関係していた。1月15日までに、少なくとも、第 10SS 装甲師団、第7高下両兵士団、第21装甲師団、第25装甲師団を含む17個師団が、G 軍集団、オーバーライン軍集団から作戦に関係していた。もう一つの小さな攻撃が、 ストラスブール南のフランス軍に対して行われたが、これは最終的に阻止された。ドイツ軍の攻撃の直撃を受けたアメリカ第6軍団は1月13日の時点で3つの局面で戦っていた。損害が増え、戦車、弾薬及び補給品が不足する状況でアイゼンハワーはアメリカ第7軍の破滅を恐れ、第7軍を補強するために、 1 0 0トル離れたアルデンヌ南東から急いで集められたボロボロの手段を急行させた。彼らの到着は遅れ、1月21日、アメリカ軍はモーデル川南岸の防衛拠点まで撤退することを余儀なくされた。1月25日、アメリカ軍の増援がアルデンヌから到着し始めると、ドイツ軍の攻撃は終わりを迎えた。そして、ストラスブールは救われたが、 コルマールで包囲されたドイツ軍は除かねばならない脅威であった。ノルトビント作戦による激しく絶望的な戦いにおいてアメリカ第6軍団は合計で14,716名の犠牲者を出した。アメリカ第7軍全体の損害は不明瞭ではあるが、戦死3,000名、戦勝9,000名、戦病、負傷17,000名であった。同時に行われた ボーデンプラッテ作戦は多数の連合軍機を地上破壊することに成功したが、ドイツ空軍も多数の航空機とパイロットを失うことになり、効果的なドイツ空軍の最終的破壊に至り、連合軍に絶対的制空権を全体に与えることになった。1945年2月、アメリカ第21軍団の支援を受けたフランス第1軍は、これもあるポケットを殲滅。 ライン川西岸のストラスブール南地域にいるドイツ軍を殲滅した第1軍第19軍ありがとうございます。